はい、昨日のプロ野球オールスターね、日本ハムの大谷投手がですね、ストレートが159キロ、そしてスローカーブがですね、89キロという、実に緩急が70キロというですね、これはすごいことですね。しかし89キロのね、ボールっていうのは、言ってみればこう、我々が住んでるとこみたいなもんですよ。どういうことかって。地球ってね。いやだけどね、セリーグが、交流戦でね、パリーグにめちゃめちゃ得られましたからね、昨日のセリーグの勝利っていうのは気分が良かったですね。言ってみればね、このゲーム会社いいねって言ってるようなもんですよ。どういうことかって、背がすごいってね。ねずっちです。では、また。